まず恒例の学名発表。学名は、ギガスベスティアウルプスケルススだ。意味は巨人の獣。師匠名は頭の高いを意味する。ギガスベスティアか、ギガスベスティア族に分類され、その中でも特に大きい種だ。あと僕も認識を間違えていたような。分類は今後大幅に増える。間違っていたことを、ここで謝罪させていただこう。さて話を戻すが、この生物は複数の亜種がいる。例えばギガスベスティア、ウルプスケルスス、プラエタリタとかだ。この名の種は草原に住む、そして雪山に住む最大のこの種はギガスベスティア、ウルプスケルスス、ウルプスケルススだ。人でいうホモサピエンス的な存在となる、この種族の特徴として、鼻先の骨が発達した牙が挙げられる。これで外敵を追い払ったり、木の皮を剥がして食べたりする。頭の骨は大きく盛り上がっており、頭突きなどでメスを巡り争う。あといい、忘れてたが、最大級の甲犬獣類だ。グリナススマンモスとの競合は起きないかと見たとき、不安だったが食べるものが木の皮なのか。同じ草食でも食べる植物が違うんだな。